はい、どうも、マリモです。今回は突っ込んで、第3回目ですね、やっていきたいと思います。というわけで、今までもなんか、こんな場面本当にあるっていうようなね、そんなやつばっかりだったんですけど、今回はどんな問題とか場面がね、出てくるか楽しみですね。というわけで、早速やっていきましょう。ケース11、見取り図で。これは、稲葉物置なのか。さて、左下の間取り図、収納しかねえ。ちょっと待って、廊下に見える部分も収納でしょ？玄関に見える部分も収納でしょ？どういうことこれ？これは、ちょっと、凄まじい家だね。スペース、すべてのスペースは収納になっている。しかしこれは、オーナーの深い考えがある。いつから人間が特別だという特別意識を持ち始めたのか。人間も広い意味で物にすぎないと。いやー、でもそこに住みたいと思う人は誰よっていう話よね。あなたの感性だけじゃないんだよって。いやいや、違った。これはラボ。ちょっと待て。稲葉物置よりもこっちの方が丸、伏せ字にした方がいいんじゃないかな。まあ、外観だよね。こんな外観、確かに普通の家じゃ考えられないもんね。外見が完全にラブホ。思想深いオーナーだから内心焦っていた。空き家状態がこのまま続けば倒産、じゃない、破産間違いなし。一人でも多くの入居希望者を釣ろうと考えた苦肉の策はこれである。見てもらえるかもしれないけどさ、見てもらえるかもしれないけど、その後続かないよね、絶対ね。これね。いや待て、これは屋上だ。ん？いや待て、これは屋上だ？どういうこと？あった。上のなんかね、横一列並んでるやつ。これ、もうなんかさ、一通り、ね、突っ込みどこありそうな気がするんだけど、家賃22,000円って書いておきながら、目安賃料27万円ってどういうこと？これよくわかんないんだけど。で、その左だよね。階層4階建て5階。4階建て5階って。4階建てなのに5階とは。これだろ、どう考えても、屋上って。4階建てなのに5階は屋上ってことか。実は5階の部屋はオーナーの家。焦りすぎて自分の家までここに出してしまったらしい。ダメじゃん。これ万が一問い合わせでさ、来たらさ、まあ苦情で終わればいいけど、俺をそこに住ませろよって言う人いたらどうすんだろう。いないか。いくらなんでも都合良すぎじゃないか。どういうこと？いくらなんでも都合良すぎとは。家賃のとこなのかな？賃料のとこなのかな？それとも今すぐ電話でお問い合わせくださいのさ、いい家見つけるのところさ、E4-2212ってどこでこうなる？見つける、どこにこう繋がる？これ。これどっちかだよね、絶対ね。賃料かな？家賃かな？なんだろう。じゃあ、ちょっと、家賃の方で行くのかな？違った。じゃあ、やっぱ電話番号か。なに？ E4-2212 がいい家見つけるだと、どこをどういうのがそうなるか。より番号を覚えられやすくするための施策らしいが、あの女オーナーも未だ番号を覚えてないらしい。そうだよね。何にも繋がりないもんね。都合のいいっていうかさ、無理やりすぎるよって話よね。はい、じゃあ次の問題行ってみましょう。ケース12、海で。ここまで来るとまさに芸術。芸術？どういうことだ？まあ、右下だよね。これさ、突っ込みてか素直にすげえっていう話なんじゃないのかな？違うの？砂で作った城のクオリティがやばい。で、よく見たらさっきのスキー場にいた子たちだ。無事ハワイに着いてよかった。砂で作った城のクオリティがやばい。で、よく見たらさっきのスキー場にいた子たちだ。無事ハワイに着いてよかったね。さっきの問題って言うけどさ、俺これ録画、ね、前のやつ投稿してるやつからさ、しばらく時間経ってからさ、何のことやるって話だよね。なるほどね。とりあえずワープしてこれたんだ。
貧富の差はハワイまで来ているのか。どういうこと？貧富の差がハワイまで？どういうことだこれ。貧富の差がどこに出ている？あれかな、スイカ割りと思った。これメロンかな。メロンで叩いてんのっていう、そういうことなのかな。どうなの、それとも右上のさ、なんかシュノーケルつけてる人実は泳いできたとか、そういうオチ。どっちだ。メロンだった。高級メロンでスイカ割りとは、ちょっとそこで高級メロンの、イバラキングで、スイカ割りをしている人、家庭教師とかいりませんか。イバラキングそして家庭教師とかいりませんかって、 お前稼ぐ気だな。いや、こんなとこでね、こんなとこでスカウトされに行くんじゃないよ。はい、じゃあ次、浮き輪に殺される。左上のあれって何、首絞められてるとかそういうことなの、もしかして。クラスメイトにミシュランのあだ名をつけられて苦しめられた鉄を、ついに本物ミシュランになる。意味がわからん。どういうこと、意味がわからん。次行きましょう。万全の準備とはこういうことだ。これが右上ね。なるほどね。溺れても大丈夫的な。重装備すぎ。一言ね。そうね。でも重装備すぎだね。確かにね。いや、そこまでしなくてもって話だよね。いやー、もうやべえわ、これ。どんだけ自分溺れる気満々なのっていうぐらいのさ。そんなレベルだよね。はい、じゃあ次行きましょう。遊園地で。優れた遺伝子しか乗れないのか。遺伝子？あー、ジェットコースター身長制限とかかな？175センチ以上しか乗れないジェットコースターって、小人の俺には乗れないのか、悲しいぜ。175センチってさ、よくよく考えてみれば俺が若干超えてるぐらいだからね。っていうと、まず、平均身長そもそも170ぐらいだっけ、日本人って。ってことは、ほとんどの方乗れない可能性出てくるよね。てか、女性まずダメだよね。今の平均身長は男性の話だしね。女性が基本的に乗れないよね。悲しいぜ。夢の国の王様の趣味は覗き見。どういうこと？夢の国の王様の趣味は覗き見？まあ、監視カメラ作動中のところにさ、ね、上の方についてるの見えるわね、これ。これだろ？観覧車に監視カメラを設置、24時間フル稼働。来月から全面ガラス張りの観覧車に取り替え予定だそうです。まあ見放題だよね。てか、全面ガラス張りとかさ、単純に、絶叫とかそういうのじゃなくて、そもそも乗りたくないよね。そもそもね、観覧車って、例えば家族とかさ、例えば恋人とかとさ、ちょっと仲良くさ、乗ってるもんじゃないのかな。見られたくないよね。はい、というわけで取り越し決定ですね。次へ行きましょう。絶対に出てはいけないものが出ている。もうこれはさっきからちょっと気になってたんだよな。はい、ということでパンダの中は女の子ですかね。中見えてるね。パンダさん、髪の毛出てますと思ってよく見たら夢の国の王様だった。子供大好きな王様。どういうこと？夢の国の王様ってさ、あのネズミの王様じゃないの？違うの？あのネズミの王様だったら、こういう髪出ないよね。夢の国の王様って誰のこと言ってたんだ？とりあえず髪の毛出てますね。なぜかここだけ窮屈な思いをしなければいけない。ん？なぜかここだけ窮屈な思いをしなければいけない？なるほど。これか。なんかコーヒーカップじゃねえぞ、これ。いやー、お互いの呼吸が時間に感じられるよ。コロナ塗っちゃう。ちょっと待って。俺、このアプリ、ダウンロードしたのいつだっけ？もしかしてアップデートここの文字足したのかな？だとしたらすげえな。もしか俺が本当に撮ったタイミングが、すごかったのかな？よくわかんないけど。まあ、とりあえず、こんだけ近くだったら確かにね、危ないですね。
てか回すやつなくね。ある意味ちょっと嬉しそうではあるような気もしなくもないけどね。はい、じゃあ次の問題行きましょう。ケース14、駅で。うるせえ。これさ、なんか、駅員さん吹いてるのおかしくない？これだろ、きっと。なんだっけ、これ。なんか見たことあるんだけど。あ、そうそう、ブブゼラ。ブブゼラで注意喚起をしてる駅員さん。あなたのかか、奏でるブブゼラの音がでかすぎてびっくりすぎて、俺、線路に落ちちゃったよ。無事天国行ったぜ。やっばいやつ、それ。てか、そんなさ、そんなさ、天国行けたぜってさ、そうなった場合にブブゼラ、まず、ね、禁止されるよね。吹いてること自体がおかしいだろ。はい、というわけで次へ。てか、書いたの誰だよ、これ。昼間から夜逃げって。うん、なんかすごい荷物の人いますね。夜逃げっつうか、手前にいる子供、かな、とかの家族のさ、人の荷物全部持ってるって感じだよね。おい、荷物の量が尋常じゃないな。まあ、頭の上に乗っけてんのはともかくさ、でも、このぐらいの荷物だったら、それ家族旅行だって普通じゃない？俺全然普通にこれ、尋常じゃないなんて思わないんだけど。まあいいや。電車、うん、まあ普通の電車。いやでもさ、電車で移動と移動の間だったら普通だよね。まあいいや、次行きましょう。それで、どこに向かうの？うん、これね、さっきのブブゼラの駅員さんの上だよね。中部地方、行き先近畿地方、関東地方。広いけど随分範囲が広いけど。中部地方、近畿地方、関東地方。それは知ってるわい。大雑把すぎるんだよ。全くだ。関東っていうだけでもどんだけあると思ってんのよっていうね。で、関東の中の何々県って言ったとしても、その中にさらにどんだけあるんだよっていう話だからね。すごいよね、これ。この日を境に、もう二度とこの職場では会えないな。え？どういうこと？もう二度とこの職場では会えないな。ん？あ。思いっきり書いてあるわね。これだ。寝坊で遅れた。素直でよろしい。ってなるかい？いや、そりゃあかんだろ。いやね、運転手寝坊のため一部の列車に遅れて、もう一番やばいやつじゃん。まあ、実際なんかね、運転手が始発の電車にちゃんと間に合うようにっていうことで、JR とかではすごい工夫がされてるとかね、あのベッドがなんか揺れるとか、なんかそういう工夫とかもしてるらしいけど、マジでこんなこと書いたら、ね、その鉄道会社そのものに請求行くよね、いろんなところから。という絶対書いちゃあかんことだわ。はい、ケース15、ジムで。今回はここを最後にしようかな。デブの言い訳だな。デブの言い訳？まあ、あり得るとしたら右下なのかな。なんかね、動いたからコーラ飲んでも大丈夫でしょみたいな感じか、もしくは動いてるからコーラ飲んでても大丈夫でしょっていう。まあ、動いたからなのか、動いてる途中だからなのかっていう、そういうことなのかな？もしかしたら。コーラを飲みながら運動しているデブか。世の中、ゼロカロリー〇〇とか、糖質オフとかが商品名ついてれば食べても OK な雰囲気あるよな。まあ、確かに糖質オフのパンに、プロテイン入りチョコの、プロテイン入りのチョコ牛乳を飲みながら作業している体重105キロのアプリ制作者もそのうちの一人だが。これ、このさ、アプリゲームやってて思うんだけど、この自虐系のネタって多分制作者さんだよね、きっとね。あ、そんなに体重あるんだ。なんて言ってる俺も95キロぐらいね。さっきの身長の話をもすれば、ちょっと体重が大きすぎる人間なんだ。あんまり人のこと言えないんだけどね。はい、という自虐ネタを通して次の問題行きましょう。SNS 映えでも狙ってるの？ヒラヒラし、ん？ヒラヒラすぎだぞ。どういうことだ？ SNS 映え。右上、真ん中左、左下、どれもなんかそれに当てはまりそうな感じもしなくもないんだけど。まあでもキラキラしててこいつだろうな。あ、違う。じゃあどれだろう。まあそうするとこっちかな。あれ違う。
うん、どれのことだ、ひらひらすぎだぞってなんだ。SNS 映え？どれのことを言ってるんだろう。スカートで運動してることっておかしいような気もするけど、あ、そうだった。運動してるアイドルの私可愛いで SNS アップ無事炎上。まあそうよね。まあとはいえなんかこうこの絵だけだとしっくりきすぎてて分かんなかった正直。まあでもジムっていうことで考えればそれはありえないよな。はい、じゃあ次へ。その運動バランス悪し。これはじゃあ左下だね。これバランス悪しっていうかなんていうかだよな。上半身だけムキムキだな。この人は10年後大きすぎる上半身を支えきれずついに車椅子に着席されたってさ。下半身鍛えろ。てかね、これをね見てるとね、とある漫画のねキャラクター思い出したんでね、魔人探偵ってやつをね。いやーもうあれはあれで偉大なキャラクターだったけどね。こんな感じでしたよ見た目確か。じゃあ次行きましょう。この世で一番美しいのは誰？あー、それで右上か。これで右上なのね。てかさ、こんなに物が乱雑に置いてあるとさ、よくわからなくなってくるよね、正直。鏡よ鏡。汗に濡れた前髪がセクシーな俺に魅了。好きなものは俺です。やっべえやつだった。てかもう、家でやってれば。汗に濡れただけでもセクシーになるんだって家でやってれば。他の人に見られる必要はないんじゃないかな。ということで、一覧戻ろう。すごいよね。50個あんだぜ、このゲーム。50個やったら、10個分の動画でしょ、これだけで。いや、はかどるね。はかどらねえや。はい、というわけで、突っ込んで今回はこれで以上とさせていただきます。まあ、なれてくんとね、動画がもしかしたらこれも撮ってて短くなってったもしれない。そしたら、やる問題ね、一気に増やすかもしれないですね。とりあえず現在15問まで終了しました。最後までやるかどうかわかりませんが、このアプリゲーム、楽しいと思ったらぜひ一緒に遊んでみていただけたらね。むしろ先にクリアしといてねっていうぐらいの感じですね。はい、じゃあ今回も動画最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。高評価やチャンネル登録などご協力いただけたら励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次回の動画もお楽しみに。コメントもバンバンお待ちしております。必ず返信いたします。ではお疲れ様でした。